どうも、日ハム純正攻略チャンネルへようこそ。里優です。本日は前回の1本目の動画見てくれた方ありがとうございます。ちょっとそこの最後で言ってた動画とまたちょっと予定が変わるんですが、今回はボンハムファイターズドラフト1位ルーキー辰晃太選手の能力予想をやっていこうと思います。早速やっていきましょう。まずは、3ステですね。球威制球スタミナ、辰投手は高卒ルーキーなのでそこまで能力が高いというわけではないと思います。辰投手の一番の魅力といえば長身から投げ下ろす、ストレートだと思うんですけど、やっぱりその影響で球威という部分は高くなるんじゃないかなって思いますね。そして辰投手がその高校の時に課題だった、欠点だったのがコントロールなんですよ。でそのコントロール制球の部分はそのプロのスカウトの方々もなかなか厳しいという声がよく記事に書かれてました。コントロールは制球 D、良ければ C ぐらいじゃないかなって思いますね。でスタミナの部分に関しては高卒ルーキーでなかなか一発目でスタミナが高い投手はこれまでいないので、ここも同じ制球と同じ、D か C かなと思いますね。球威スタミナ同値というのはありえないんじゃないかなって思います。今後、日ハムで活躍すれば、能力は上がる投手ですね。はい、続いて球種なんですけど、ここはネットに書かれた記事を少し参考にさせてもらいました。やはり一番の魅力はストレート、ストレートの球威は高いんじゃないかなって思います。で最速は148キロだそうなんで、148キロストレート C ぐらいじゃないかな。でもう一つの魅力が、縦に落ちるフォークボール。このフォークボールは本当に落差がある、120キロ中盤のボールを投げるということで、そこそこ変化量は、プロスピーでいうと変化量はそこそこあるんじゃないかなというふうに思います。でこのフォークボールに関して何個かの記事、何個かのサイトで2種のフォークを使い分けるというふうに書かれてたところもあって、可能性は低いんですけど、2種フォークになる可能性もなくはないかなと思いますね。でその他のボールはスライダーカーブかな、スライダーカーブ、こちら2種はそのフォークボールに加えて、カウント球とか目先を外す時によく使ってたボールらしいんですよ。変化量は2ぐらいかなって思いますね。球威もそこまで高いわけではないですね。でこれに加えて可能性がありそうなのはカットボールで、もしこのカットボールがついた場合、そのスラカットってプロスピーの中で言うと、リアタイの部分で、使える投手になっていくわけで、もしスラカットになれば非常に大きいですね。はい、あとチェンジアップという記事もありましたけど、どうなんでしょうね。そこまで変化球多くするんかな。いや、しないと思うな。続いて特殊能力の予想。特殊能力はこのいろんな記事サイトから拾ってきた情報を、これじゃないかなというふうにまとめました。でやっぱりその三振数が多かったんで、脱三振という特殊能力、そしてやはり、先ほど言いました、伸びのあるストレートがやっぱ魅力ということで、伸びも可能性あるかな。あとはね、その今一番プロスピー、リアタイで考えてついてほしくないのがやっぱ荒れ玉っすね。荒れ玉コントロールの評価が非常にそこまでいいわけではないので、荒れ玉がつく可能性はあると思いますね。で、その他、どうなんでしょうね。おまけにタイランナーとかつくんじゃないかな。で、最後にその、あと、規制かな？先発中継ぎ。その高校時代は先発を主にやっていて、で、今までのプロスピの傾向で、高校時代に先発やってた投手で、先発中継ぎ両方 S つくっていうのはあんまりないので、先発は S であろうが中継ぎはそこまで適性は高くないんじゃないかな。でも適性はあると思いますね。D ぐらい。これをまとめると、非常にその2020年に出てきた佐々木朗希投手の少し球速が落ちた版みたいな感じ
に能力がなるんじゃないかな。うん、まあ、いろんな記事、まあ、サイトを見つけて、まあ、自分なりの予想でこんな感じじゃないかなと思います。最後に、まあ今回、まあ、予想能力はこんな感じです。はい、うん、まあもう明日かな、明日には出てくるんじゃないかな。まあ、イチロー選手の関係でワンチャンドラフト1位が出てこない可能性はありますけど、本当に出てきてほしい、純正民からしたら非常に欲しいので、ドラフト1位、まあ、将来性は立つ投手含めて、まあ、ドラフト1位の選手たちはあると思うので、まあ、ここ A ランクを集めて、まあ、将来何年後か S ランクが出てきた時に、まあ、その時の突用にしたりするための A ランク集めだと思うので、本当にいい能力よりかは、まあ、とりあえず立つ投手が出てきてほしいなというふうに思います。でまたその立つ投手がもし出てきたら、また動画撮って、まあ、実際リアタイで使ってみたり、いろいろ試していこうかなというふうに思います。はい、ってことで今回はこんな感じで、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。